はい、えー、皆さん、こんにちは。鈴木盛生チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格するための学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマはあー、必修問題に出題される対循環、配循環についてです。えー、最初に、まず過去問題にの循環の必修問題を解説していきます。えー、そして、対循環、小循環、えー、別名、えー えー、体循環と肺循環を覚えましょう、えー、そしてそ,、えー、その次に、えー、大循環小循環別名体循環肺循環を便付きで覚えましょうそして、えー、心臓壁と動脈壁の厚さについても触れます、えー、記憶に残る復習の仕方想早期して保存について説明し最後に、えー、体循環肺循環の必修問題について説明していきます えー全身からの静脈血が戻る心臓の部位はどれかという問題が出ていますね。まずこの図を見ていただいて、全身の毛細血管からこの青いのが静脈血になっていて、そして大静脈を通って最後にどこ心臓のどこに戻るかというと、それは右心房ということになりますね。えー、せっかくですから右、えー、心室が何をやっているのか見てください。えー、心室からは静脈血を 肺動脈へ送り出している <laughs> 次、えー、左心房は肺の毛細血管で動脈血になったものが、えー、心臓に返ってくるつまり動脈血が帰ってくる、えー、左心室はその動脈血を全身に送り出している全身に送り出すためにはまず大動脈に送り出しているといったようなこともきちっと理解して覚えましょう。 えー、v と流れる血液との組み合わせで正しいのはどれかという問題です。1番、肺動脈は動脈血でしょうか肺動脈は、えー、青いですから、これ静脈血が流れているので間違いということが分かります。肺静脈は静脈血でしょうかこれも肺静脈にはガス交換して動脈血になったものが流れています。えー、さ右心房には動脈血が流れているのでしょうかいえ、右心房は静脈血が返ってくる場所です。 はい、4番左心室は動脈血が流れているんでしょうかその通りということになります全、えー、身に動脈血を送り出すのはどれかするとお、ねえー、先ほども説明したように左心室から全身に動脈血を送り出しているわけです、えー、左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか そうですね、左心室はどこの血管に送り出しているかというと大動脈に起こりそこから動脈、再動脈を取って全身に送られるということになりますちなみに冠状動脈は心筋を栄養する動脈ですし下大静脈は上大静脈と合わせてこの図の中の大静脈というところになるわけです肺動脈肺静脈はこの図の中に書いてありますけども肺動脈は 肺の毛細血管に静脈血を送り肺静脈は肺の毛細血管から動脈血を心臓に返す血管つまり、えー、胎児の循環を除けば生まれたあとはです、ね、血管の名前と流れている血液が逆転するのはこの肺動脈と肺静脈だけということになりますよね胎児を含めると肺、えー、動脈、肺静脈も反対になります。 えー、大動脈に血液を送り出す部位はどれか当然左心室ということになりますさあということは体循環別名大循環をきちっと覚えなければいけないわけですよね、えー、図を見てください、えー、ちょうどいいのは、ねえー、左右対称になっているということですよねですから左心室大動脈動脈再動脈そして全身の毛細血管 左右対称ですから次に最静脈大静脈そして心臓のどの部屋に帰ってくるかというと右心房ということになります。その続きが肺循循環、環別名小循環になりますよね、えー、右心房から右心室に入った静脈血は肺動脈肺の毛細血管そこで動脈血に変わって肺静脈左心房に帰ってきてそしてまた左心室に戻るということになります。 えー、これをです、ね、せっかくですから、なるべく早く言えるようにしましょう。どのぐらい早く言えるかというと、このぐらいですね。左心室、大動脈、動脈、再動脈、全身の毛細血管、再静脈、静脈、大静脈、右心房。右心室、肺動脈、肺の毛細血管、肺静脈、左心房、左心室、えー。このぐらいの速度でね、やはり言えるようにしておくということが大切だと思います。この図が頭に浮かべばね、あとは左右対称ですから。 そんなに難しいことではないですし、えー、それが分かっているからあ右心不全や左心不全の病態が理解できると考えたらもう基本中の基本ということになるわけですさあせっかくですから便付きで覚えるといいと思いますね便、えー、はどこにあるかといったら各部屋の出口にありますよね入り口にはないわけですです、えー、ですから左心室の出口に大動脈弁があり 右心房の出口に三線弁があり右心室の出口には肺動脈弁があり左心房の出口には僧帽弁があるということになるわけです、はい、左心室、大動脈弁、大動脈、大動脈、再動脈全身の毛細血管、最静脈、静脈、大静脈右心房、三線弁、右心室肺動脈弁、肺動脈、肺の毛細血管、肺静脈左心房、僧帽弁、左心室このぐらいのスピードでぜひ言えるようになってください はい。ところで、えーね、血圧は、まあ、血液を流す力なんですけれども、この血圧が高い方があ、ね、壁は厚い、壁は厚いということになります、えー。左心室圧と右心室圧を比べてみましょう。えー、左心室圧は、えー、全身に血液を送り出さなければいけませんから、当然高いやつを必要としますけれども、右心室圧は肺動脈にさえ送れればいいので、 これを比べると左心室圧の方が高いということが分かります。ということは左心室壁の方が右心室壁より厚いということになります。次に大動脈圧と肺動脈圧を比べてみましょう。やはり大動脈圧は全身に送るための高い圧が必要ですが肺動脈圧は肺の毛細血管にだけ送れればいいわけですからそれほど高い圧を要しません。ということは、えー、大動脈圧の方が肺動脈圧より高く。 大動脈壁器の方が肺動脈壁器よりも厚いということになりますはい、国家試験には確実に合格する学習方法があってこのチャンネルではラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています LTD は記憶の三原則にも有効で理解して覚える記名短期記憶が長期記憶に変換されて忘れなくなる保存思い出すことができる早期のことですえ、学習効率の非常に良い LTD について詳しく知りたい方は学習方法の回をご覧になってください それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信してみると早期の訓練になるので記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも記名できて喜んでくれます。その時にはハッシュタグ鈴木森生チャンネル、ハッシュタグ必修、体循環、肺循環とつけてください。お願いします。 えー、体循環と肺循環をなるべく早口で言ってみてください。次に今度は便付きでなるべく早口で言ってみてください、ね。動画がいいかもしれませんね。えー、TikTok とかね,、えー、ね。それでやってみると面白いかと思います。みんな喜ぶと思いますね。はいえー、最後に左心室液と右心室液、えー、大動脈液と肺動脈液ど、それぞれどちらが熱いのか、理由も含めて説明してください。 はい、やはりこれも国家試験のの必修問問題題ででです。す。健常な成人で心臓壁が最も熱いいはどれかという問題ですまず右心房左心房ですけれども心房の役割というのはそれぞれ心臓に帰ってきた血液を寝室という隣の部屋に送り出すだけですから圧が高い必要はないのですぐに消えます。ということは全身に血液を送り出す左心室なのか。 肺に血液を送り出す不室なのかということになって、当然全身に血液を送り出す方が高いやつ、そして心臓壁が厚いということになりますので、答えは殺心室ということになります。国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。